加ノ口の戦いは、天文13年9月22日、または天文16年9月22日に、織田信秀と斉藤道造との間で起こった合戦である。井ノ口の戦いとも言う。信長後期による、この戦いの経緯は、以下の通りである。年次未記載の9月3日、織田信秀は、終わり国中に要請して、兵を集め、美濃へ侵入した。 方々に放火をして回り、9月22日には、斉藤道蔵の居城稲葉山城山六の村々も、焼け払って、町口にまで迫った。しかし、猿の時になったので一旦引き上げることにし、兵が半分ほど引いたところへ、道蔵が攻撃してきて、織田方は守備が整わず、信秀の弟、織田信康や信長の家老、青山信政など五千人が討ち死にした。 ところが、美濃国初級期には全く異なる経緯が書かれており、天文13年8月15日、道蔵の美濃守護、時よりのりに対する逆信を憎んだ信秀が、越前の朝倉高剣とこうして、美濃へ南北から攻め入り、信秀の兵数は五千余人だったという、両勢に攻められた道蔵は和睦することにした。しかし朝倉、織田は道蔵を信用せずに、 天文16年8月15日にも大久和城に、こもるよりのり、よりずみに放棄させて、朝倉、織田連合軍で支援しようとしたが、道蔵が先手を打って、大久和城を1万3000の兵で強襲して、攻め落とした。よりずみは、打って出て打ち死にし、よりのりは朝倉を頼って一条谷に逃れたという、保安信長き、強力以来年代記はこの戦いを、 天文16年としている。一方、上皇時年代期は天文13年とする。美濃国内の立政治には天文13年9月付けで、小田博資金が掲げた金星の写しが残る。連覇市谷総牧の東国機構によれば、総牧は天文13年10月に名古屋城に赴き、美濃で大敗した直後の信秀と対面している。岐阜県市は、 天文十六年説を取る。一方、岐阜市は天文十三年説を取っている。また、加納長氏は天文十三年と十六年の二度、信秀は稲葉城下に攻め入って、道蔵に敗退し、信康はじめ五千の兵を失ったのは天文十六年の方だとしている。天小田塚海荘地前述の通り、信長後期では小田方の戦死者を五千人としている。 上皇時年代記では、微修修二千人が、討ち死にとする。道蔵の家老である、長井久兵衛が、水野十郎在門に宛てた書状では、時折住、朝倉高景、織田信秀合わせて二万五、六千の軍勢に対し、斎藤方和五、六百を打ち取り、敗走した織田方の兵は、木曽川でに、三千が溺れ死に、信秀では六、七人を連れただけで逃げ帰ったとしている。 東国機構では、信秀は一人で帰ったとする。いずれにしても織田方の大敗だが、信長後期では信秀は、翌月には、三河にも出兵したとしている。この合戦で敗北を喫した織田家は、その後、平手正秀の働きにより、信秀の着難、信長と道造の娘、貴長を縁組させることで、和睦を結ぶことになる。この戦いの後、 小田方の戦没者を弔うための小田塚が築かれ、後に円徳寺に改装したと伝わり、岐阜市の指定史跡となっている。ありがとうございます。